アーニー・エルスは南アフリカヨハネスブルグ出身のプロゴルファー。ゆったりとした優雅なスイングと大柄でおっとりした物腰からザビッグ、イージーという愛称で呼ばれている。ツアーでも予選落ちが少なく安定感のある選手。その高い身体能力からアスリートゴルファーと称賛されることもある。テニスなど多種のスポーツでも高い資質を見せたが、 その中からゴルフを職業に選び、1989年にプロ入りした。初期は主に南アフリカのツアーで活躍し、1992年には南アフリカのツアーで11戦6勝を挙げ、2ヶ月間に南アフリカ PGA 選手権、南アフリカマスターズ、南アフリカオープンで優勝し、ゲイリープレイヤー以来の長野三冠制覇を成し遂げた。さらに、 この年7月のミュアフィールドでのジオープンでは66から69で予選を通過して4日間通算では首位のニックファルドに5打差の5位体となる活躍であった。1993年はダンロップフェニックストーナメントで優勝している。1994年のオークモントカントリークラブでの全米オープンでメジャー大会初優勝を果たした。最終日6月19日にエルスは 単独首位発進したが七十三打を叩く間に、七十打で回ったコリン・モンゴメリーとローレン・ロバーツに後アンダー・アッパーで首位に並ばれ、翌六月二十日に行った二種類のプレーオフをエルスが制した。まず、十八ホールのプレーオフを行い、七十八打のモンゴメリーが脱落、共に七十四打のエルスとロバーツが、サドンデスのプレーオフへと突入し、二ホール目にエルスがパー。 ロバーツがボギーで勝負あり。この優勝を機に、米国、欧州ツアーに本格参戦し始める。全米オープン1997年には、コングレッショナルカントリークラブ、ブルーコースでの、全米オープンで3年ぶり2度目の優勝。54ホールを得た時点で3年連続首位のトム・レイマンが、3年連続で最終日に逆転された。レイマンは終盤、 16番ホールでピンを狙いすぎて、ボギー、17番ホールでは、第2打を池に入れ、3位に終わった。最終日のエルスは、レーマンと2打差の2位スタートであったが、最後まで競り合った同組のモンゴメリーとは、17番ホールで、勝敗が分かれた。エルスのドライバーショットは完璧で、ピンから2.5メートルに2オンし、2パットでパーセーブしたのに対し、モンゴメリーは、 ドライバーショットを曲げて、ラフに入れてしまい、ピンから2メートルに3オンしたがにパッとしてボギー。この1打差を18番ホールで守っての優勝であり、最後の5ホールをパーでしのいだのが勝因であった。1998年前半の数週間、断続的に世界ランキング1位の位置にいたことがある。しかし、この年の後半は病気に苦しみ、しばらく試合を欠場した時期があった。 2001年11月、日本の太平洋クラブ、五天場コースで開催された世界ゴルフ選手権のイームシー・ワールドカップに、南アフリカ代表として出場、レッテヨフグーセンとコンビを組んで優勝した。この時はアメリカを含む4チームによるプレーオフを制している。2002年の第131回ジオープンでは、4ホールのプレーオフとサドンデスプレーオフを制して、5年ぶりと、 なる、メジャー大会3勝目を挙げた。2003年及び2004年には2年連続で欧州ツアー賞金王を獲得した。2012年の第141回ジオープンでは、進行のあるアダム・スコットを終盤に逆転して、10年ぶりとなる、メジャー大会4勝目を挙げた。1サンシャインツアーとの共催にアジアンツアーとの共催 3WGC の大会は、 PGA ツアーとヨーロピアンツアーで一生とカウントする。ありがとうございます。